2021年11月度のロシア民謡を歌う会が小倉北区西小倉駅近く室町のケイトミュージックで開催されました。日曜日の午後2時から夕方4時半まで2時間半ですね。30分ほどは軽く軽食をとりながら、お酒を飲みながら、そして語らいながらおもむろに歌い始めるということです。最初に歌うのはステンカラー人から始まりまして、各テーブルごとのリクエストに応じてロシア民謡を中心に歌っていきます。で、今回、以前、課題曲で練習しましたアムール川の波、これも思い出しながら、だいぶ忘れておりますけど、それも、歌ったりしました。で、また、後半の後半は、日本の唱歌、そういったものを歌いながら、最後は、今日の日でさようならを歌って終わりということになりました。来月は12月の26日日曜日、今年度最後ということになりますので、お時間のある方はご参加ください。よろしくお願いします。17ページ、モスクワ灯台の夕べだそうです。これは今では人気のある曲ですね。はい、じゃあ行きましょう。窓辺の光が灯り、集いというような意味。14番。
Oh, my God.